葉渡す？渡しちゃうかな。はい。皆様、あ、はい、皆様こんばんは、太郎、姫路から来ました太郎大門です。よろしくお願いします。また終わった後にもう一回ちょっとパフォーマンスというかまあさせていただくんですけど、終わった後にまた告知させていただくんですけど、2月15日に加古川のマスカットギャラリーの方で あちらにいらっしゃる北原雅樹さん、北さんと一緒にイプロライブさせていただきます。ぜひ来てください。あ、もう今告知しちゃう感じで、あ、言うからね。申し訳ない、すいません。はい、はい、じゃあマイク渡します。はい、2月15日に旗揚げライブになります。はい、即席球団アドリブ展立ち上げました。はい、東京からりょうちん、六リムのりょうちんも来てくれます。はい、あとはなんか女子が可愛い。はい。なんでそれ。はい、男は面白いです。はい、松風ギャラリーというところでやります。1日しかないんですけども、昼が2時から、夜が8時からで、6時からで、チケット持ってきてますんで、ぜひ私か太郎大門に言ってください。お願いします。今日買います。お願いします。ぜひ来てください。あ、それでは、じゃあちょっとだけ僕の説明を聞いていただいてよろしいでしょうか。実は僕ですね、今、御年25歳になるんですけども、今、姫路北高校という姫路城の横にある高校、定時制なんですけど今通ってます。で、この前の11月1日に、文化祭があって即興のパフォーマンスをさせていただきました。なかなか周りに即興やってくれるっていう友達も見つかれそうになかったんで、頑張って一人でやったんですけど、その時やったパフォーマンスが、もしも僕に彼女ができたらっていう、架空の彼女に話しかけるっていう、設定の、即興なんですけども、ちょっとやっててすごくなんていうか悲しくなったのが、なんで彼女できないんだろうって思いました。なんで彼女できないんだろうと思って、なんていうか自分のどこが悪いのかわからないんですよね。なんで今日ここもうやっぱ価値観が合う人って大事だと思うんですよ。なので今日やりたいのは、もしも僕にインプロバイザーの彼女ができたらっていうのをやりたいんですけども、だからこれパフォーマンスというか僕のリハビリです。はい、そのリハビリに協力してあげるよっていう、とても優しい、心優しい思いやりの持ったインプロバイザーの方を今から募集したいんですけども、僕のリハビリに付き合ってくれるインプロバイザー、女性のインプロバイザーの方、手を挙げてもらっていいでしょうか。お願いします。男2人です。男3人、男4人、すいません、男性の方申し訳ございません。女性の方がいらっしゃいました。お願いします、上がってもらってよろしいでしょうか。うわー、もう涙出そう。俺ありがとうございます。いや、すごく可愛らしいです。はい、はい、ありがとうございます。それでですね、ちょっとどういう風にやるかっていうルール説明をリエさんにちょっとしていただきます。お願いします。どうぞお座りください。ダビー、これをお渡ししますので、太郎左衛門が、まあ、どういう設定かまたちょっと後であれなんですけど、太郎左衛門が、まあ、なんか言ってきます。気に入らんかったらチンって鳴らしてあげてください。はい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 、そこがあかんねんと思ったらチンって鳴らしてあげてください。はい、そしたら彼も、あ、ここがあかんかったんかと気づくので、多分ちょっと修正してくると思います。はい、そして、彼にまあね、女性に対してどういう風に言ったらいいのかっていうのを体にこう叩き込ますみたいな。はい、もう気に入らなかったらどんどんチンって鳴らしていただいたらいいかと思います。はい、はい、それでですね、見ている皆様方もですね、終わった後に自分そこは悪いでと後で言っていただいたりとか、あとやってる最中にもうこれやこれやみたいなもう言ってもらったらすごくありがたいです。よろしくお願いします。それでですね、今このまま何もない状態でやってもとても分かりづらいので、2人の関係性をちょっと誰かにいただきたいなと思います。それじゃあ僕聞いてきます。ちょっと聞いてくれ。
すぐ帰りますじゃあ、あ、すいません、あの、じゃあ、僕たち2人の関係性いただいてよろしいでしょうか。同級生。同級生、はい、ありがとうございます。同級生いただきました。それじゃあマイクを貸していただきます。はい。それでは始めたいと思います。2014インプロマラソン太郎大門インプロマラソン限定即興。もしも僕にインプロバイザーの彼女ができたらスタート。今日も勉強。頑張るね。カラオケ行こうぜ一緒に。いやちょテスト前だからさ。いいじゃんいいじゃん、テストとか今楽しんどかないとさ、いつ楽しむんだよって話や。今でしょ。行っちゃうカラオケ。行っちゃうかな。まあね、一緒に。いらっしゃいませ。あどうも。あどうぞ。あどうも。あの隣座っていい？俺勝手に座るわ。俺勝手に座る。わかんねえけど歌うわ。歌えんじゃん。5、4、3、2、1、0。ピピッピピピピ。くくくずれんじゃ。俺はくずれんじゃ。そう、俺はくずれんじゃ。くずくずくずれんじゃ。あなたは今日もくずれんじゃ。クズレンジャー結構しっとりしたそうだね。いやー、お、97点。おお、うまいね。ちょっと例えば、喉乾いてない？あー、なんかすっごい乾いてかもしれないな。あ、なになに？メロンソーダで。メロンソーダ、はいはいはい。プルルプルルプルル、はい、メロンソーダお願いします。あ、僕ウロン茶とお願いします。はい、ありがとうございます。よいしょ。メロンソーダとウロン茶でございます。ありがとうございます。乾杯する。乾杯する。はい、はい。あー、炭酸めっちゃ効いてるわ。効いてるね。うん、効いてる。崩れんじゃやった後のさ、ウロン茶ってすげえうまいな。おお、やっぱこう喉に潤いが持ってた味。結構清涼使うもんな、崩れんじゃ。しました。うん、ご
って二人でカラオケ行ってる。うん、テスト前にね。テスト前に。うん、この関係ってどうよ。もう友達って言うか。まあ、悪友かな。鈍感ってやつかな、これ。だから、俺お前のこと好きなんだよ。マジで。さっき言ったけどね。マジで。マジで。だから。ごめん、うち彼氏いるんだ。会社の人よ。できそうですかね。お、ラビのおかげやね。ラビどうでしたか。いやなんか、まあ、確かにテスト前にカラオケ行くっていうのはね。ありがとうございます。ありがとうございました。あと1回ぐらいしてもいいですか。まだですか。あ、もう無理、もう無理、もう無理やね、もう無理やね、もう無理やね。すいません、出しゃばりました、ごめんなさい。出しゃばりました。それが関連です。すいません。クラッターでいいんですよね。はい、はい、ラジオの告知をお願いします。上の方はスタンバイ OK ですか。はい、ありがとうございます。はい、ではまずは何か見せてくれるそうなので、はい、まずは見てみてください。はい、岡山から来ましたナッチです。こんにちは。僭越ながら告知させていただきます。私岡山県倉敷市の、劇的集団天気予報という劇団の方で活動しております。その時は木積夏るって名前を名乗ってますが、インプロネーマーとナチュで通してます。もう結局みんなにはナチュと呼ばれておったりします。ちょっと今度4月11、12に公演をするんですけど、うちの劇団の特色としてまあ、ダンスとかだったり盾っていうのを台本芝居の中で入れたりすることがすごいあります。じゃあちょっとアクアの告知をしますよ。おい、何お前勝手に告知したんだ。何よ、俺が決めたするっつってた。いやさっき俺がやるって決めた。いや私がやるっていいの。ちょっと待って、やるって言ったじゃん。
のサリバンです、今日はあの今稽古中真っ最中なんですけど、あの1月4日ファウストの恋人というのをオリックス劇場でやらせていただきます。 大阪市音楽団とあとあの役者さんとかサーカスパフォーマーとかまあいろいろいるんですけどそのなんかその告知に来ました。あの折り込みには入ってないので表でもらっていただけたらと思います。1月4日なんですけど、そこの仲間を連れてきました。フランス在住でフランスでもうプロのダンサーとして大活躍している三橋優ちゃんです。はい、もうめったに見れない、たまたまこの公演でちょっと日本にしばらくいるっていうだけなんですけど、たまたま今日私が来るっつって来るっつったら来るって言ったんで連れてきました。私たちも忙しいです。皆さんに会いたくて来ましたで、ちょっと今大劇にあの手伝ってもらおうと思って、即興でインプロでやりたいと思って、あのゆうちゃんがやってくれます。私ジャグリング道具持ってきてないんで言い訳ですけど持ってきてないんで、ゆうちゃんに踊っていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ最初だけ、あ、もう一度、あの1月4日に5時開演です。ファウストの恋人、オリックス劇場大阪ですね。見に来てください。お待ちしてます。よろしくお願いします。結構出ます。ありがとうございました。はい。
ではこの辺りで次のお待たせしました、ここからは今日まだ皆さんに